200キロオーバーのスラロームでは軽量化よりも重量バランスが重要になる。ブラックバードは軽量化により重量配分がリア寄りになっている。前輪の接地感は超高速域で消える。この男の腕をもってしても手に余る。これが軽量化の弊害だ、高木。いいぞ、このまま湾岸直進だ。250キロ過ぎると一気にナーバスになる。接地感がまるでつかめない。制御できる範囲を超えている。最も得意なエリアで前に出られない。5速で8000回れば266キロ8500回れば283キロそして5速で9000回れば計算上はきっちり300キロだ。作戦通り、俺の勝ち。ここでアウトから来るか。マジか、アキオ。もし俺がアウトに膨らんだら吹っ飛ぶぞ、お前。外に膨らむ。チームに負けて FC が路面から剥がれる。こらえろ、前へ前へ。コーナーから立ち上がって再び5速9000回転300キロ。ダメだ、踏めない。 FC がスローダウン。木島は降りた。あとは Z とお前の2台だけだ。ブラックバードが追っている。だが Z が速い。Z は速い。これが悪魔の Z の走りなんだ。踏めなかったのか。ええ。こいつによほど失望したみたいだな。いえ、踏めなかったのは自分のせいです。これほどのものを与えられたのに、最後の最後で命を預けられなかった。Z もブラックバードも同じ機械のはずなのに、向こうは踏めてこっちは踏めなかった。